滋賀県の立党トレーニングセンターで4月15日、10日に落馬事故で逝去した藤岡孝太騎手、去年35の日本中央競馬会と日本騎手クラブによる合同葬が行われた。祭壇には笑顔の藤岡孝騎手の写真が大きく飾られていた。東西からたくさんの騎手、調教師馬主ら関係者が集まり、個人に別れを告げた。 競馬学校23期の同期の浜中俊騎手、35は涙を流しながらも、同期の絆を感じさせる熱い思いを空の上に届けた。浜中俊騎手、孝太。今日はこんなにたくさんの人が集まってくれて、よかったな。一般のファンの方も来てくれたみたい。本当によかったな。同期の、丸太が食当たりになったらしくて、来られていないんだよね。 ありえないと思って、説教してやろうと思ったけど。あいつは昨日、福島のメインでコウタが乗った馬に乗って、しっかり勝ってたよ。めちゃめちゃかっこいいレースをしていたよ。だから許してあげよう。俺が帳字を読むことになったと聞いて、心配していると思うけど、最後まで聞いてやってな。コウタとは15歳の時に競馬学校で出会って、 20年経つから、俺の中ではコータが一番の親友であり、ライバルであり、本当に特別だった。誰にでも優しくて、気配りができて、人が集まって、人気者だったよな。そんなところが最大の良さだと俺は思っている。初起乗初勝利で、上カプチーノで G1 を勝って、帰ってカプチーノを飲みますって言ってすごく滑って、 でもそんなところもやっぱり花があったよね。去年のナミュールは乗り代わりで素晴らしいレースだった。あれはコータでなければ勝っていなかった。本当に誇らしかったです。もっと騎手を続けたかったよな。コータが一番悔しかったと思うし、もっともっと活躍すると思っていた。コータのふは、俺たち23期がしっかり頑張るから。 奥さんや子供の分もしっかり頑張って、俺たちが助けるから。ちゃんと見ててな。コータに会えてよかった。コータが動機でよかった。今まで仲良くしてくれてありがとう。コータは23期の中で宝物です。本当にお疲れ様。